始まりました。のんびり二人旅、略してのん旅。パーソナリティのよっちゃんです。パーソナリティのだいちゃんです。今日はいつものあれがないんだね。ないよボケがないんだね。ないよ、はい、ということで、この動画ではのんびり二人で御朱印を集めたり、おいしいものを食べたり、道の駅のスタンプを集めたり、綺麗な景色を見たりする動画になっております。はい、今日ものんびり2人で旅をしていきたいと思います。で、今回は前回の比叡山の続きからということで、まあ、前回の動画でも言ってた通り、後編がメインですよということで、メインはね、夜間拝観に行こうかなということで、日吉大社の紅葉のライトアップの夜間拝観に行こうかなと思います。まあでもね、いきなり夜間で見てもその前後がねわからないんで、先にじゃあ昼間の日吉大社に行って見てから夜間に行こうかなということで、これから昼間の日吉大社の方に行きたいと思います。はい、ということで、比叡山坂本のケーブル駅から出て左に曲がって3分ぐらい近かった歩いたら、もうカーブ曲がったすぐ、日吉大社になっていました。ということで、紅葉の坂本ライトアップがこの日から何日やったっけ、これ11月の6だね11月の6から今日からスタートと12月の5までやっています、うん、1ヶ月間やってますということで、昼間の日吉はそんなに人いなかったかな。そうだね、あのあれか、七五三の人が多かったかなという感じでした。で、夜間配管が比叡山の坂本夜のライトアップってことで、日吉大社と、うん、西教寺と旧竹林の3つ、うん、で、この旧竹林の方は、予約制、うんうん、30分交代で500円だよっていうふうになってたよね。そうそうそう、あとケーブルカーも夜走ってますよみたいな、うん、あと石山島だ、うん、そう石山島あるな、うんうん、ということで、日吉大社の方に行こうかなと。で、大きな鳥居を抜けて、この橋が大宮橋かな、ということで、こんな感じでね、綺麗な川と紅葉になってるもみじと、ここも結構紅葉が進んできてたかなという時期ぐらいでした。まあもうちょっと遅かったらもっと綺麗なのかなという感じ。なんか結構絵描いてる人もいたかな、スケッチしたりとか、うん、非常にのんびりした感じで、ここの参道を上がっていく前に、パンフレットこんな感じで、もらってます。参拝マップ、参拝マップで、今回は普通に書いてある通り1番から、まあ西本宮本殿でそこからぐるっと回って東本宮のところまで行って、終わりと。さすがに7番のね、小金の大岩これはちょっとこれは死んじゃう、うん、標高381メートルってなってるので、うん、片道30分登山はちょっとしんどいので、ここはカットしました。で、大宮橋を過ぎた後ですね、このちょっと急めな坂を歩いていくと、2番の、山王鳥居という鳥居があるんですけど、このパンフレットによると、まあ面白くて、神仏集合の信仰を表す独特な形をしていますと。合掌鳥居ということで、鳥居の上にちょこんと、なんか屋根みたいなものがくっついてるんですよね、この鳥居。まあ、今見てへーと思ったんですけど言ってる時には気づいてないですね。全然気がつかなかったんですけど、うん、確かに今動画見返してると
そうちょこんでほら、うん、ついてんのよ。なってる、なってる。あ、確かに独特な形と思って、うん、これね、上に屋根みたいなのがちょこんと、ついてる鳥居になります。で、この鳥居をくぐると、お、次は、次は、マサルさん。お猿さんがねいます。神の猿ということでマサルと呼ぶみたいですね。でね、お猿さんは神様のお使いで、マサルと呼ばれ、魔が猿で、あと何よりもマサル、うん、勝つ方のマサルということで縁起のいいものということでお猿さんがいました。ただこれなんか近づくとなんだっけ、水かけてくる、あ、そう、水かけてくるという、怖いお猿さんなんで気をつけてください。でその横は、馬ですね、馬を祀られていました。ここの中もねだいぶ紅葉がポツポツとなってて綺麗な感じになってました。で歩くとですね、社務所、社務所の横に食べ物屋さんがあったんで、この時でもう2時半、うん、3時前ぐらいかな。そうだね、うん、それぐらいだね。まあ寒くなってきてたのと、まあお腹が限界だったんで、お腹空いて、じゃあとりあえずうどんとみたらし団子を食おうかなということで、うどんを頼みました。きつねうどんですね。あと船寿司とかねあります。甘酒とかもあるみたいだね、うん、ちょっとぜんざいとうどんで迷ったけど、うん、私はきつねうどんにしました。で、きつねうどんがこれ、美味しかった。これ美味しかった、美味しかったこれだしがよく効いてて、だけどなんて言うんだろうな、こうホッとするような、なんだろうな、薄すぎず濃すぎずみたいな感じの、でレモンが入ってて、ちょっとスッとする感じになってて、でこの日ちょっと肌寒くなってきてたんだよね、うん、この時から、そうそう、体が高くなってすっごい美味しかった。麺も普通に美味しかったし、揚げも美味しかったし、うん、うん、揚げ美味しかった。とってもいいご飯でした。で、食べた後に、お参りをしようということで、西、本宮本殿の手前、本当に手前のところなんですけど、なんか岩があったりとかで、ここね、手洗うところなんですけど、今コロナの関係で使えないので、あ、うん、手洗うところはもう一個右にあるんだけど、あ、これそもそもでこういう風にしてあるところなんかかもしれない、なのかな、わかんないけど、最近これが流行ってるから、うん、それで作ったのかもしれないし、今の時期菊がね、いいということで、菊がいっぱい埋まってる感じですね。あんまり手洗うとこあるな、うん、ということで、ここが西本宮の門と。でここでもスタンプラリーがあるっていうね。あ、そう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 。そう、私やればよかったなちょっと後悔してるけど。で、これが本宮の門になります。でここのどっかにお猿さんがいるっていうね。うん、軒下の四隅には木造のお猿さんが門を守ってるということで、あるみたいなんですけど、よくねこのパンフレット見てなかったんで、写真撮っておいてよかったな、拡大してな、うん、全然、見てませんでした、わかりません、うん、で最初の買ったチケットにもお猿さんがいて、これどこにあるんだろうって思ってたんだけどね、今なって気がつきました。楼門をくぐると本殿になるということで、ちょうど祭事というか七五三の、うん、お祈りをされているところでした。で、この横のテントね、なんなんかなと思ったんですけど、まあそれはまた後で、分かることになります。そのテントの後横を抜けて本殿を、まあ、じっくり見たかったんですけど、祭事をしているのでちょっと流し目で見つつ、次その横、西本を出て、いっぱいお宮があるところのエリアに来ました。ここね、一個一個通ろうかなと思ったんですけど、もういっぱいありすぎて、途中で諦めました。なんちゃらグーなんちゃらグーっていろいろあるんですけど、うんうん、何個ぐらいあるって書いてあったかな、ちょっと忘れたな。ここには書いてないもんね。書いてなかったっけか、うん、
なんかどっかで見たような気がするんやけど、うん、すごいいっぱいあります、うん、ね、こんな感じでちっちゃなやつからちょっと大きいやつまで社がね、いっぱいあると。で、その次ですね、階段降りたところになんか滝みたいな感じになってて、そこのね滝の音がちょっといい感じでした。どうぞどうぞ。はい、ということで、滝でした。まあ、このね、日吉大社なんですけど、なんかここで初めて見たからかな、貴船どうやったっけ、貴船こんなんなってなかったよな。そうだね、うん、貴船はね、あの 滝は貴船もあったんですけど、うん、まあ、こんな感じで、あのその社の周りを全部こうやって水路で囲ってある感じに、日吉はなってて、うん、まあ、勝手な推測なんですけど、まあ悪いものが社に入らないように聖なる清めた水で、囲ってバリアしてるのかなっていう勝手な印象ですけど、日吉大社はこんな感じで至る所水路がありました。この日はね、菊の、うん、展覧会じゃないけど展覧会かなって感じ。さらに進んだところは菊の展示がしてあってね、内閣総理大臣賞とか取ってある菊もありで、結構立派な菊が、うん、どう違いがあるんだって言われると全然分かんないんですけど、園芸詳しくないんで、すごいな、綺麗だなっていうことしか言えませんが、綺麗な菊がたくさんありました。で、その横に8番の 東本宮になるとということになります。そうだね、真ん中が本殿になるんだけど、これ自体が国宝らしいね、うん、で、西本宮は国宝、これも国宝か、あ、国宝、ごめん、うん、書いてた。そうだね、うん、で楼門の方は重要文化財ということで、どっちも非常に貴重なものと。で、見終わったんでちょっと一旦、戻ろうかなと思って戻ってると、猿岩というものが ありました。で、今ぐらいの角度で見るとお猿さんが座っているように見える、見える感じの岩、うん、お猿さんに見える岩、ちょっと斜めから見たらお猿さんに見えるかなって感じで、次はですね、じゃあそのまま、時間がちょっと余ったので、昼間の旧竹林院の方に行ってみようかなということで、出たすぐのところちょっと危うく通り過ぎそうになったんですけど、あったので、おう、じゃあ入ろうということで竹林院の方に入りました。で、竹林院っていうのは、お坊さんが隠居するところのようですね。まあ、元ってなってるんで、まあ、もう今はそうじゃないんでしょうけど、ここも紅葉が綺麗な、あの夜のライトアップね、予約がいるところですね。で、まあ、なんでいるのかっていうのは多分、まあ、建物に入れば分かるんですけど、非常にちっちゃいので、こじんまりとしてて、まあ、一気に人が来ると大混乱になっちゃうんで、多分予約制なのかなと思います。もうね、門をくぐった時からね、こんな感じになってて綺麗なんだよね、うん、そうそう、すごい、あのしっかり、あの整備されてて、庭師さんすごいなという感想しか出ないんですけど。で、右側が受付ということで、お金を払って、中に入ろうと思います。で、表がこんな感じ、さっき入ったの裏だったんでちょっと、うん、あの分かりにくかったのかなという感じですね。で、中に入ると2階建ての建物に入ることができます。1階はこんな感じ、テーブルを置いてあって、このテーブルの上で、カメラを置いて写真をすると、あのテーブル の鏡面部分に反射して、綺麗な画像が撮れるよということで、こんな感じと。で、2階はこんな感じ、上から撮ることができました。まあ、紅葉のし始めだったんで、ちょっと赤みが少ないかなっていう感じはするんですけど、まあ、それでも十分綺麗だなとこういう感じですね。で、ちょっとあの明るさ的に白飛びしちゃってるから、うんうん、そう、鮮やかさはないんだけど、うんうん、もうちょっと鮮やかなんだよね、うん、肉眼で見た時には、うん、やっぱ写真よりも肉眼で見るのがいいのかなと思います。で、2階から撮るのがこんな感じと。
ここの写真が一番綺麗かな。うん、うん、そうだね。でここにいる時にだいたい1時間ぐらいいたんだよね。そうやな、4時半ぐらいまで、ここで、じっくり鑑賞しました。そんなに人がいないタイミングだったんで、すごいゆっくりできて非常に良かったかなと思います。うん、ちょうど終わりがけだったもんね。うん、4時半ぐらいになったんで、ちょっとそろそろ外も見て出ないといけないので、外に行こうかなと思います。で、こんな感じで金魚がいたりと。なかなかこういうのもないよね、ちっちゃな場所でいるってのは。そうやな、大体こういうとこ行ったら濃い濃いぐらいやから。そうだね。で、このちっちゃな門をくぐると、さっき、部屋の中から見てた庭園の中に入ることができます。でこんな感じと。結構ね、あの苔もしっかり生えてて、苔の緑と木の緑と紅葉の赤と、うん、綺麗な感じになってます。結構ね、木々もしっかり生えててって感じで。で、ここには茶室が2つと、あずま屋というものがあるみたいですね。でこれが1個目の茶室で、ね、多分ここ中入れないと思うんですけど、間違えてそのままピュッて入っちゃったんで、すいません。あの慌てて出ました。まあ柵はなかったんで入れるのかなと思ったんですけど、ちょっと、やめておくことにしました。ここでピュッて、いや、ビンじゃねと思って退散みたいな。で、奥に見えるのが2つ目の茶室だそうです。なのかな、多分、うん、これが集まやかな、もしかしたら。あ、でも茶室になってね、茶室になってね、うん、うん、ということで、ぐるっと一周回ってきて、おしまいと。ちょうど帰るときに、ね、ああ、そう、出たときね、うん、面白かったのがね、出ようと思ったら、そう、あの扉が閉まってて、え、これもしかして閉じ込められたと思って。あの、そうそう、裏口から入ったことに自分たち気づいてなくて、そうそうそう、そう、表からしか出れなくなってたっていうね。そう、裏はもう缶の引っかかってて、え、やばいやんと思って、あの慌てて係の人に、え、これもしかして出るの遅かったですかとか言ったら、いや、あの扉表開いてるから、そう、そっちから出てくれたら大丈夫ですよって言われて、普通に笑われました。でもこの時間からはライトアップの人方のみ、うん、のみ入りますよと、うん、いう感じになってます。じゃあこっちもあの夜のライトアップになるかなと思ったんで、今度は夜の日吉大社の方に向かいたいと思います。でまだこの時間が5時ちょっと前か、うん、4時50分とかそのぐらい、うん、だからまだ空もね、うん、そこまで暗くはなってなくて、でもあの日吉大社のね、あの提灯、提灯、提灯にはあの明かりがついてて、で、もう一回ね、入場料払うのかなとかっていろいろ考えて待ってたんですけど、一向に社務所とか受付の人が、うん、来なくて、ね、戻ってこなくて、そう、いなくて、そう、でまあ、じゃあ5時過ぎるまで待とうということで、5時10分ぐらい待っても来なかったんで、そのなんだっけ、受付の壁についてるポスターみたいな、無料って書いてあったんだよな。そう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 、そうそうそう、だからもう自分で入っていいんだみたいなね、うん、他の来てた人方もね、そう、あれお金かかんないの、どうすんのどうすんのみたいな、なって戸惑いながらですね、みんな入ってたんですけど、まあ、結局あの、無料だということが分かったんで、じゃあ待ってても意味ないし行こうと言って、そのまま中に入らせてもらうことにしました。で、毎年あるみたいなんですけど、ライトアップ記念法要コンサートかなということで、オペラ歌手2名とピアノの人の3名の演奏会があったので、一部の18時から、18時半までの分、まあ、次だから聴いていこうということで、聴いていくことにしました。演奏場所がここと。まあさすがに歌ってるのはね、撮れなかったから、さすがにちょっと撮るのはあれかなと思ったんでやめてます。で、昼間に行った時にこのテント何なんだっていうことなんですけど、観客席だったんですね、要は。ああ、そのためにテントで椅子あったのかということで、椅子に座りました。で、18時前ぐらいかなに、その
神社の人が慌ててね、職人さんがあのいっぱい出てきて、あのストーブを石油ストーブをえちゃらおちゃら運んできて、あの火をね、焚いてくれました。だいぶ助かりました。これあったかかった。これなかったらめっちゃ寒かった。もう多分10分で帰ろうって言ってるわ。最初は必要ないかなと思ってたんだよね、うん、だけど急に暗くなってきだしてぐらいから、うん、だいぶ一気に冷えて、もう寒い寒いとあいうことで、炊いてもらってました。で、ライトアップ後ろのね、あの本殿の部分がこんな感じと。コンサートすごかったよね。コンサートはすごかった。やっぱプロなだけあるよねっていう、うん、マイクいらねえんじゃねって思うんですけど、うん、一番残ってるのはやっぱりあのオペラ座の会場。オペラ座の部分やろ、うん、すごかったよね、うん、結構お客さんも入ってて、うんうんうん、であの男性の方がね、あのこの1部と2部の間に自分らが食べたきつねうどんをいつも食べてるんだと言ってましたね、うん、で実際行ってたもんね。そうそうそう、帰りにちょろっと見たらあの、うん、本当にあの椅子に座って食ってましたね。普通にみんなと一緒に長テーブルのとこ座って、うん、面白かった、うんうん、でこれが昼間に映したあの地区ですね、うん、まあ、あの普通にライトついても綺麗と、うん、いう感じですね。でこっからがちょっとうまくいくかな。動画でも一応撮ってます。ただあのユニバーの後編かな、うん、あ見てくれた人も分かると思うんですけど、 GoPro 夜にむちゃくちゃ弱いんで、ちょっとの振動でもすぐブレるので、うん、酔いやすい人はちょっと飛ばした方がいいかなと思います。でまあ、もう帰るところなので、来たとこから逆回しに、歩いていくという感じになってます。で、昼間に行ったね、あのいっぱいお宮があるところはこんな感じで、大きなところはライトアップがされてました。まあその横のね、あの灯籠と下の電気と、うん、いい感じに、ちょっとあの木船を彷彿とさせる、うん、感じで、で、この大きなとこですね、中央のとこの天井にお猿さんのマークの電気電飾が、うん、入っててゆっくりぐるぐる回ってました。これもアナウンスで言ってたんだよね、うん、こういう風にしてますよっ っていう。で写真だとこんな感じと。奥がうどん屋さんだね。そうそうそう。で、今回は、青と赤ともう一色使ってライトをつけて、うん、こんな感じで、綺麗にライトアップされてました。でこれは橋のところで、ね、ここすごい綺麗かったね、うん、赤ね。で最後このね、ライトが上にビャーっと上がってるのは、比叡山に向けて延暦寺に向けて打ってるんやったっけ、うん、うん、そうそう。でもう一個ね、西京寺の方からも出てるということで、まあ清水寺のライトアップもそうなんですけど、こうライトビューターっていうのが流行ってるみたいですね今。あれじゃないの、あの1200年だから。ああそうか、それか、さんが亡くなってから、だからそれで記念だと思う。ああ毎年やってんじゃないね、じゃなかったかな確か、うん、はい、ということで、ライトアップ本命の夜間拝観ということで、行ってきました。でどうでした？楽しかったって言ったら小学生って言われるんだっけ？うん、小学生ですね。楽しかった。まあ夜間拝観もとても綺麗かったんですけど、個人的にはやっぱ竹林の庭園が良かったかなと。あんなのんびりできたのは久々だしね。そうやな、あそこか。どこやったっけ？龍安寺。ああ龍安寺、あれ以来かなっていうぐらいの。久々にゆっくりできたので、非常に良かったかなと思います。また来年ね、夜間拝観あったら行けたらいいかなと。で、ね、比叡山前回も始めましたけど、比叡山の方もできればまだまだ見れてないところいっぱいあるんで、見ようかなと思います。で、今回の お金、まず地下鉄最寄り駅から、三条、寺山三条まで290円、2名分の580円。で、あと、バスが三条駅からバスターミナル、比叡山のバスターミナルまでが840円、かけ2で、1680円。
で、比叡山の特別拝観込みの参拝料が、1500円かけ2の3000円で、比叡山の盆栄お金をつくのが50円かけ2の100円で、根本中堂で、いただいた御朱印2つ600円とよっちゃんのダキニの特別なやつが500円で、ケーブルカーが870円のかけ2で1740円で、日吉大社の配管料、配管料とかあれだね、環境協力金やったっけ、うん、そうだね、うん、が300円かけ2の600円で、美味しかったうどんが500円かけ2の1000円あれ、みたらしの画像入れてない、あ、ほんまや、みたらしも美味しかったんですけど、みたらしが300円で、旧竹林が入場料が300円かけ2の600円で、最後、比叡山坂本から最寄りまで、地下鉄と、京阪か、うん、使って帰りました。690円かけ2の1380円ということで、合計1万2080円ということで、かなり使いました。まあ移動のお金がね、お金もかかってたしね、バス、往復のね、やっぱ交通費がちょっと多めにかかっちゃったかな。ただ、比叡山に行くにはドライブウェイを通らないといけなくて、ドライブウェイが片道4000円ぐらいだったっけ、3000円ぐらいだね、3、4000円ぐらいかかるので、うん、まあ、それを考えると、こっちの方が安いのかな、って感じですね。そうだね、まあ、よしあしという感じかなと、うん、いうことで、活動時間はだいたい12時間ぐらいと、うん、いう感じになりました。かなり大変でした。そうだね。ということで、この動画が良かったという人はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。現在、登録者数は13人ということで、あれからまだ一つね、ありがたいことに一人、増えてくれたね、増えてくれました、ですよね。で、ついね、最初に投稿してたレスティが100回を、まさかのレスティが100回を、超えました。うん、初回の投稿にしては多分誰もとか全然知らない道の駅、俺下手したら10回で終わるんじゃねとか言ったのがついに100回に、なりました。YouTube にね、取り上げてもらったね、東尋坊は400を超えて、今420ぐらいぐらいだね、うん、うんですね。だいぶ見ていただいている方が多いので、非常に励みになっております。ちょこちょこまた行くので頑張ります。ということで、また次回お会いしますか。はい、はい、また次回、どこに行くかはお楽しみということで、じゃあ次回またお会いしましょう。それではさようなら。